多分これぐらいの、まあでもね、ほとんど赤いとこないと思う。ということで、今回ですね、私もいい旅夢気分になっておりますので、さらに夢を見たいので、今から夢を作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ採用紹介いきます。今回はね、夢なので男の夢としましたら、もうつなぎもですね、つなぎもで飲みたい 300g 用意してください。そしてニンニクです。で、ニンニクも夢ですね、やっぱね。この夢を2かけらです。そして唐辛子の輪切りです。これは適量です。なんとね、今回はそれだけなんです。超簡単おつまみでは、やっていきたいと思います。ということで、私なんと信じられないことで、まだ2本目なんですけども、1本目でちょっとビールそこそこ飲んでしまったんで、今回はですね、助っ人を呼んでおります。お願いします。小雪室の皆さん、こんにちは。お酒のお姉さん、小雪です。お酒のお姉さんじゃないですよ、僕の介護人でしょ。やめてよ、これ今浸透させようと思ってる挨拶だと。今回はつなぎもメインで、つなぎものニンニクポン酢、これね、漬けにするんです。絶対気に入ると思う、本当に美味しい。ということで、今回は小雪と一緒につなぎものニンニクポン酢漬け作っていきたい。酒だ。じゃあですね、作っていただきたいと思います。じゃあまずね、ニンニクですけども、はい、こいつはですね、ケツを切り落として潰す感じです、はい、なるほど、はい、あ、それ大丈夫、いける、うん、お、さすが、これでいい、あ、これでいい、これでいい、オッケーオッケー、潰したままでいい、潰したまま、はい、なるほど、これだと危ないよっていう人は、危ない、どこにでも手元にあるギネス。そうしましたら、これはジップロックに入れちゃってください。はい、はい、次はまずね、これ半分に切りますね、真ん中で半分に切りましょう、はい、で、他のつなぎも書いてやったんだけど、こう横にこの輪郭を切るように、うん、そうそう、あ、そうそうそう、ね、結構ね、深めにいっちゃっていいですよ。あ、つけるから、そうそう、このひだひだが多ければ多いほど吸い込むんですね、はい、これで、あの銀皮ってよく取るじゃないですか、はいはい、うん、でも僕はね、この銀皮のね、コリコリ感がね、僕はね、最高にいいと思ってるんですよね。わかる。なので銀皮は、まあ、そのままでやっちゃうとちょっと硬いから、うん、銀皮をちょっと切るように、このこう筋をつけていくと。なるほど、じゃあこれは炒めていきますんで、はい、油を、まあ、だいたい、うん、お筋弱ぐらいですかね、うん、なるほど、で、ちょっと温めましょう。この砂肝は、うん、お塩をね、振ります。なるほど、下味、下味、うん、これ取れてるかな、まあ、2つまみぐらい、完全にね、このスナイフに火を通しちゃいます。なるほど、はい、はい、よ、いいですね、はい、あとね、行きましょうね、はい、中火、強めの中火でもいいかな、はい、細かいことはいいんで、大体火が通れば大丈夫、これぐらいの、まあでもね、ほとんど赤いとこないと思う、うんうん、じゃあもう火止めて、ちょっと振って冷ましてあるので、はいはい、これは、ジップロックにじゃあちょっと入れちゃいましょうか、はい、はい、いいですね、やけどしないように気をつけてください、ね、はい、やけどしないように気をつけてくださいね。そしたら、輪切り唐辛子をこうつまめるぐらいね、辛いの好きなんで、うん、ちょっと多めに入れます。そしたら、ポン酢です。大さじ5、はい、1、はい、はい、OK です。じゃあちょっと空気をできるだけ抜いた方が使いやすいんで、はい、で抜くためにはまあこうちょっとね、平らにするんですよ、ここに、おー、これで味染みが良くなります、うん、はい、これで大体30分つければ割と味染みますので、はい、もっと余裕がある方はこれ以上つけてもらっても構いません、うん、この状態で30分寝かせますので、もう一本取るか、取りましょう、はい、取りましょう、取り終わった後に食べるのでどうなってるか分かりません、はい、あるだろ。ということで、皆様、砂肝がもう使ったんだよね。そうだね、うん、そしたらもうここに、ね、豪快にもりもりだ。ちょっと赤みが欲しい、
これで、砂肝のニンニクポン酢漬けの完成です。完成です。じゃあできました。ニンニクポン酢漬けレモンサワーといきたい。今日は今夜はレモンサワーと。じゃあいただいております。いただきます。いただきます。いただきます。はい、どうぞ召し上がってください。これうわ、めっちゃ美味しいね。うまっ。いいでしょ、これうまっ。すごいね。俺、かなりあの自信のあるレシピ。うまいんだよ、これこんな浸かるんだ。うまいんだよ。え、味ものすごい入ってるじゃん。ニンニクの味めっちゃ染みてる。言うて今どれぐらい取ってた。40分ぐらいです。40分でこの味っすよ。3日漬け込みました秘伝のタレでってお店で出してもバレない、うん、バレない、うん、バレない。これは本当に好き、うん、このちょっとした酸味にこの少し甘みのあるレモンサワーが合うのよ、これ、うん、ということで皆さん、こちらの砂肝のニンニクポン漬け、あのね、お酒飲む方にはたまんな味してると思います、本当に最高です、はい、なんで、まあ、レモンサワーもハイボールも合いますんで、まあ、ビールも合いますんで、はい、全て合う、この作り置きもできる砂肝のニンニクポン酢漬けですね、はい、ぜひやってみてください。おすすめ。で、今回はですね、やっぱ砂肝といえば小雪じゃないですか。まあ、そういうとこあるよね。前回もね、小雪だったと思います。なんか、俺の砂肝会って絶対にゲストが来るんですよ。なんだろうそれ。一番最初にやったつなぎも会は DJ コウさん来たから。ちょっと待って、 DJ コウさん、こいこいこい。ちょっと待って。すごいカードになってしまいましたけども、はい、何も意図してないけど。